田君ごめんね、ちょっと今電話してて。ああ、大丈夫ですよ。かっこいいよね。行動なんで止めときましたって言っといてください。わかった。道路交通法違反切っとく？いや、まあそこまでは。俺が代わりに制裁加えとくね。はい。アイスパックお前も食らうんかい。あれがアイスパック代わりになったんだ。あれアクアパック。それどうやってやってるの？鉄道さん防護剤なんでできるの？すいませんでした。あれはね、内緒だよ。あ逃げろ鉄道さん、逃げて。捕まっちゃった。防護剤アイスパック。何アイスパック。かなくんごめん、車避けてくれた。あ、いいっすいいっすよ。これ一個だけあげる。じゃあ、みんなにも共有しとくわ。ケンユキは私から2億5000万借金しました。あら、分かった、はい、覚えておきます。なんで警察の人、はい、借金する人ばっかなんだろう。今年中に返すらしいです。今年中って結構もうない。アイスパックなんか1億5000万持って使えるお金が、うん、1億5000万で4億なって風呂が買えるって言って、うん、そんなすぐいるの？どうぞ。俺も聞いたんですよ。それ今すぐ必要なの本当にって言ったら、いやでも欲しいじゃないですかって言って警察のヘリで練習すればいいのに。まあ確かに僕も車欲しいな。1000万ぐらいのね。なんかこの前聞いた 4,5 千万くらいでめっちゃいいやつある。これから絶対値上がりするんじゃないかみたいなやつ。株みたいな今のうち投資しとけみたいな、うん、今のうち買った方がいいみたいな言ってたけど、なんだっけ。でも電気系統は結構割と値上がりするんじゃないと思ってる。運転しやすいってのもいいらしいから。ボーナスが出るためにギャンブル行ってるから基本1000万ぐらいしか残ってないですね。いい人生を送ってる。あ、でもいつも1億ちょっと使ってるんで、うん、でオールインで負けてなくなってるだけなんで、勝った時に買おうかな。てかな、かなえくんだからもしかしてその1000万で買える車探してたの？もしかして。そうなんですよ、やっぱこう仕事の生きがいをそこに見出してるから。ギャンブルは危険だからやめた方がいいよ。まあでも誰かにお金借りるみたいなバカなことはしないんで大丈夫です。絶対借りない方がいいからね。正直でもバカなやつしか借りないお金なんて。今がカジノ行くんだったら絶対にイブ君連れてく。あいつもう5億くらい借金ありますよ。ね、あれ上官にしない方がいいです。珍しいこの時間起きてくるの。まあそう、たまにはと思って。僕普段警察のあのスワット業務ぐらいしかやってないけど、まあランク3だしたまに起きてこないとな。町の情勢をね、見に来た。あんま最近3時以降ね、特に何もないんだよ。あれちょっと待って、なんでなんか出血してるんだけど。お腹空いてたんじゃないですか？出血してます、なんかなぜか俺の雪玉だ。雪玉じゃない。いつの間にやったんだ。怖いよ、これ普通に殺人。最近やっぱ変わったなって思うのは街で、うん、3時以降お店開き始めてるよね、うん、最近。わかる、確かに多い。今度落ち着いたら救急隊の体験受けてみようかなって。おお、全然それはいいよ、ね、いつでもいてよ。仕事を知るという意味では、うん、あと公務員ってね、職かぶれるから、まあ、警察と救急とかどうなんですかね。多分警察業務が結局多くなっちゃって名ばかりになっちゃいそうだから、うーん、体験ぐらいでしか今のところ考えてないかも、うん、仕事だけど。まあちょっとそのなんだろうな、戦う方じゃなくて救う方にフォーカスしてやるとちょっと落ち着いた日も作れる。まあ疲れた時とかは、うん、疲れた日来ないですよ。殺された。でも確かに疲れた日は普通に寝てるよね、うん、家で。そうなんですよね、疲れた日はレギオンでパトカー止めてゆっくりしてるし、ちょっとね、あまりねジョブつきすぎるの問題だなって思った。まあ、ジョブなのかな今実際。エデンも店長なんだよ。高級自動車でしたっけ。うん、あ、店長なんだよな。あ、バジルさんがあんま起きれないから忙しくて最近。もうなんか全てにおいて上官じゃないですか、うん、ちょっとねそろそろまずいと思ってる。なんか今後新しいアクティビティ入るらしいですよ。ほら、フィットネスジム。そうそうそう、フィットネスジム。
で、そこで、まあ、いわゆる体鍛えるじゃないですか。そうすると今150なのが重量200まで持てるようになったりとかするらしい。哲夫さんって空きあるじゃん。ない。公務員の人に働いてほしいんだって。公務員の人ってその公務員のお仕事以外なかなかやってる人いないから、でなんかやる内容もそんなに多くないらしい。その整備とか鍵開け閉めとかちょっとなんか直すかなんか機材がなんか壊れるらしいもんね。うん、だから上級してなくていいから公務員の人にぴったりなんだって。うん、まあ警察の上部と一緒にやっていいんだったら、うん、うん、パトロールがてら行ってね、誰やってるかなとか言って。それでも公務員が働いた場合って、うん、指名手配犯来たらどうするんですか、あ、ジムに。例えば行くときにそのジムで働くからって退勤していくじゃない。うん、退勤してその場に行ったら俺は自分ジョブついてないときは通報してる。うーん、ちょっと気まずい ね、 うん、楽しみだな。でもジムできる、なんか海岸にあるよねジムの。そう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 、この間そこで撮影したんだよね。インフルして、インフルじゃない、インフルエンサーして。そう、写真集作ってるからさ、タッグ組んでマネージャーと。あ、なんか本もできるみたいな話聞いたな、この町。本もうできてるよ。うん、できてるんだ。うん、マネージャー誰なんですか。確かにマネージャーに内緒、プライベート守ってあげなきゃいけないから。普通逆なんじゃないの、マネージャーが守ってくれるんじゃないの。インフルエンサーのマネージャーってなるとね、ちょっとそっからあのなんかコネクションかかってくる人がいるから。あー、うん、そう、厄介ファンいるからさ、この町にいるんだ。そう、お気持ち送ってくる厄介ファンいるから。今日の写真は〇〇でした。マネージャーの存在知ってるの3人ぐらいしかいないわ。僕もマネージャーいますよ。え？スケジュール管理とかしてもらわないと。え？きつくて。まずダブルブッキングどんなとこ来ちゃいそうかとか。ほんと怖いから、もうどんなこともマネージャーに連絡してもらうようにしてる。なんか警察でスケジュールです。そんな詰め込んでた。警察しかしてないんですよね。そうです。忙しい。忙しいんだ。本当に。ダブルブッキングあるんや、警察。いや、本当怖い時あるんですよ。大型のダブルブッキング大型のダブルブッキングはありそうやな。仕事ダブルブッキング嫌だね。何も言わなくなっちゃった、なんか。いきなり自分で投下しといて、何も言わなくなっちゃったよ、もう。だからダブルブッキングしちゃった話題も。いや、悲しい。今って上官誰がいるんですか、警察。起きてる人、よく起きてる人、法帝、ナズピ、エール先輩、あとサブローとか、エビス君、レッサンとかも。そう見たら結構いるんだな。うん、一応いる。ただちょっとこれは今後の課題だなってずっと思っているのがあって、そのあまりそういう、なんだろう、上官が必要なシーン、なんだろうな、上官になった子にそういう対応させてあげれてない。あ、うん、経験として、要は結局一番上の人が出ちゃうから、うん、ランク4の人が、うん、まあでもそうなんじゃないですか。まあね、結局その成長も大事だけど、やっぱり第一は市民の安全確保することだし、うん、見て覚えて、あ、スピード違反なっちゃうのかなぁ。割と最近だと、そのランク4になったばっかりの人たち、サブローとか、うん、まあ、結構対応してくれてる人とかもあったっぽくて、ちゃんと共有してくれてて。もうすごかったもんな、めっちゃ教えてくれたよ、俺警察再建中。あー、よかったっすよ、本当に。教え方超丁寧だった。いや、そういうの苦手なんだよな。僕がそもそもマニュアルしっかりしてるか怪しいぐらいだから。まあ正直みんな、ね、この町は法律多すぎるから、うん、まあね、ある程度理解はできてればいいかなと思うけど、まあでもランク4以上になって一番困るのって、その判断をしなきゃいけない場面があるから、うん、それがねちょっときついって思う人もいるのかなっていう心配はあるかな。
救急はランク4は上官とかあるんですか？どうなん、ランク。ランク4以上が一応上官組として。ああ、じゃあ一応あれ同じ なんだ。上官組会議に呼ばれます。へえー。よく、まあ、議員さんとか、あと、真城さんに言うこと多いかもな、俺は。こういうのが。その辺がね、確かに一番。あそこ2人だけが5なんで、今。あ、カテジを忘れてた。重み4か。と、桃美さんも、四葉さんも。あれ、お猿さんって5じゃない？4だよ。お猿さんは誰？お猿さんって誰ですか？修先輩、神崎修。あげるんだったら、与沢先生と一緒に合にするんじゃないかな。今日話してたさ。お、なんか2件ありましたね。お、張り込みね。うん。したんだけど、相手が上手すぎて、普通に取り逃がしたけど。あら。でも、絵がね、分かったから、今後もそこ、調査の対象が増えたねっていうので、キャップとかはすごいやる気になった。え、報告書って上がってます？まだ上がってないんだよね。上がったら読んどきます。うん。じゃあ多分そこも今後パトロールの場所になると思うから。忙しそうやな警察。え、今日めっちゃいろいろあった。アンブレラの襲撃は納得いかないなぁ、ね、警察署をバリアのように使うのっていうのがね、難しいっすよね。バリアだもんなぁ、ある意味。僕らにとって一番安全な場所ですもんね、警察署って。そうなんだよ。だからこそあんだけでかくなって拠点として使ってるからね。バリアみたいに使うなって言われたの。まあ簡単に言うとそうなんです。俺もカルテに書いてあるぐらいしか知らないからさ。警察は、まあ、それこそね、事件対応するために、いろんな設備をやっぱり署内には用意してるんで、そこがやっぱり一番安全にはなりますからね。あ、でも病院もあれらしいじゃないですか。今、治療拒否してるんですもんね。ね、年内でしたっけ？そう。今日、しかも、命田隊長誘拐されたらしいじゃないですか。誘拐されたの？そうなんですよ、ウェスカーさんに。え？誘拐されてんだ。一言もそんなこと言ってなかったわ。カレー買いに行くって言って帰ってこないなと思ったら誘拐されてました。どうなったんすか？一応警察の方が多分助けてくれて、普通に、まあ、無事怪我もなく帰ってきたんですけど。物騒だなぁ。解放条件、なんか車が壊れてたらしくて、そのタイミングで、ウェスカーさんの、あの解放するから車直させてくれって言ってガムテープで直して、そのまま逃走して、まあ多分ロストって感じだと思う。誘拐もされてたんだ。話したって言ってただけだったんですよ。誘拐された時に多分話して、って感じですかね、多分。そうですね。多分話したんじゃないかな。だから今日隊長も共有来てくださってたので、こういうことがありましたみたいな。まあ敵対意志を強く持ったらしいから、病院に関して、病院に対して。アンブレラは普段から打ってきてたけどな、あいつは。まあね、より顕著に打つんですかね。いろいろ考えなきゃいけないんですよね。今回の襲撃にミンミン坊関わってたらしく。全員が？まあ、いわゆるその、まあ、俺の、まあ、考えで作ってるミンミン坊としては、まあ、そういう、なんだろう、まあ、黒白関係なくっていう考え方もあったから、構成する場というか。まあ、でも、その業務をやるときは、ちゃんとみんな守ってはいるんですよ。犯罪を犯さないって言ったところは。で、いわゆるそういうみんなで考えた上でやってる中、襲撃のときにデリアは、あのミンミン坊の打ち合わせあるからってルールちゃんを呼び出したらしくて、ミンミン坊。はあ。そこであのルールちゃんをやって、あの、連れてったっていうのがあったらしく。人間のクズだな。そうだ、パチオくんもね、あったっつうの。そんなに。でもパチオくんの人質取られてたらしい。どんなやり方だったんだ。それは良くない。部長に聞いたら、その人質っていう感じじゃなくて、電話でまあ呼び出してって夜くんに言って、で
クレープに入る前の課長だから余力はあんまり知らないみたいな。まあ、その場合どうするんですか、みどり先輩。うん、いや今度一回レリアに話聞きに行く。まあそもそもうちに入ってる黒の人たちにはもともと言ってるのが、そもそもボスに一回確認しろよって言ってはいるんだよ。警察が運営してるとこではあるから。ギャングとは思えないやり方だな。だからなんか向こうのボスも、まあ、結局ギャングではあるけれども、まあ、そういうのをやるんだろうなっていう、なんだろう、納得感、考え方をちょっと冷静にフラットに考えたらあるんだけど、まあ、いわゆる今までなんか築き上げてきてた部分が全部崩壊するようなっていう。そうね、今回、まあ、うちの店って実はアンブレラの人働いてるのがレリアだけじゃなくて、実はカレンさんも働いてるんだけど、そう見ざるを得ないよねっていう、そのなんだろう、やってはいないとしても、うーん、まあそういうことがあると犯罪者を雇うっての自体が難しくなっていきそうですね。そうで、こういうのがやっぱりこの街って情報回るの早いから、そうなってくると他の店どうすんのみたいなとかにもつながってくる。今現状そのメカニックとかもさ、車両営業法があるから働けないじゃない、プロの人。こすいな。そのね、これが多分もしかしたら飲食とかもさ、他のお店はお店で多分仲良くなってる人はいると思うんだよ。公務員とか関係なく、なんだろう、白市民とどういう人たちって、うん、そういう人たちどうするの。そうだね、話に多分なってくるだろうな。まあ、そもそも何を考えてそのミンミン棒を使ったのか、うん、交流にただ使うんだったら全然そのみんなの居心地のいい場所、うん、そして使ってもらってはいいんだよ。僕はギャングらしからぬっていうのをやってることが半グレみたいなやり方だから、都合のいい場所にギャングらしからぬって言ってるだけね。都合よく使っちゃってるからね、やり方が半グレなんだよな、チンピラ。だからまあ結局当人に聞かないとなって言ったところがあるから、うん、オーナーの顔してる。今日はなんか起きてないっぽかったから3時以降よく起きてるんだけど、まあ、そうないから、まあまた後日かなっていう。まあそこら辺はもうミンドリー先輩の裁量だと思うんで、うん、一旦、まあ、慈悲っていう言い方していいかわかんないけど、慈悲として一回話は聞く。だから行く時もちゃんと店のことで話が合うからもうそれで呼び出されちゃったからな。すごいな、怖すぎるな。胸クソ悪い気持ち。いや、まあ胸クソ悪いよな普通に。でそれで、あのルルちゃんが自分責めてるのがいやして、僕は、こマナにハマっちゃったからみたいな。そう、そんな簡単に人信じすぎちゃったって。まあ逆に報告するときもね、なんか全然報告してくれて助かってるんだけど、なんかリリアのことを考えて報告どうしようみたいな言ってたから。まあわかんないと、本人がどれぐらい気にしてるかわかんないけど、リリアさんが辞めるか、ルールちゃんが辞めるかみたいな結末はたどりそうだな。まあ僕はルールちゃんさん話したことないんでよくわかんないですけど、あでも多分辞めるのねって話になるんだったら、まあリリアが濃厚かなとは思ってるけどね。そもそもうちの店のその考えと違うから、逆に他のね、そのまあ犯罪経験のある人、しわ寄せが行っちゃってるし、そもそも、うん、なんなら同じ組織の人にもしわ寄せ行ってるし、別に何だろうな、これが別にボスの意向だって言うんだったらそれはそれでいいんだよ。まあそんだけ店めちゃくちゃ裏切るようなことしたのは本人を確保してそうですね。うん、さすがに、さすがにしてると思う。まあだからこそなんか一回どんな感じだったのか聞こうかな。そこでなんか何も考えてなかったらちょっと俺頭抱えちゃう。まあ、いや、うん、まだ辞めてないのが引っかかるですね。その最後にそうやって利用して今日限りでもう店辞めるとかなら、まあもはや潔いと思うんですけど、うん、まあ、それやった後にノーノーとして従業員として登録されたままでいるのなかなか、まあ一応自分でも形成るって形成はするからね。
ったら考えちゃうオーナーもいそうですね。まあね、なんかこう黒との人、犯罪者の人とのやり取りがある人もいるじゃないですか。うん、こう要は事件中以外は仲良くするというか、うん、そういうのも難しいですもんね、そういう人とは。そうね、そうだね。でもちょっとここで一番なんだろうな、まあ感情的にはなっちゃダメだなとは一旦思ってるから、今は事実として、うん、事実としてこういうことあったけどどうなのっていうのを聞いた上でかな。炭酸クレープは誰なんですか。確かね、俺が報告聞いた伊達崎って聞いた記憶あるんだよな。レリアさんと伊達崎さん、うん、あ、そう、人民坊がレリアで手先がだった気するんだよな。八尾くんの報告。伊達崎さんは炭酸クレープ働いてないんですよね、多分。あれ？八尾さんのお店っていうのを知ってて、あ、そうそう、喜んで従業員を人質に取ったら店長の八尾さんが出ざるを得ないっていう。まあ、そっちは理解できるな、まだ。まだまだ、そうそう、そっちは理解できる。まあ、犯罪者らしい考え方。まあまあね。キャップを譲って。いい悪いは置いといて。まあ、まあよくないですけど、行動原理はまあまあ。伊達崎は飲食働いてるからね、公務員の店のアニメイトってとこで。アニメイトね、まあ、逆にお前はやるんかって なるけど。だからアニメイトの店長に、店長っていうか他の警察官にちょっと相談したいことがあってって呼び出して殺すってことでしょう。うん、あ、まあ、あとはまあ本人しかわかんないか。うん、ちょっといわゆるそのボスが言ったのかどうかにもよる。やっぱギャングってそういう組織ではあるだろうから、ボスファーストみたいなとこあるから、まあこっちの勝手な思い込みみたいなね、その 理想をがあるからこそ、その勝手になんか思い込んでたっていう結末もあるだろうし、例えばその向こうのボスにそう許可をもらったとしても、まあ、別にその向こうの最初の認識としては、でもそういうのがあったら全然俺らはギャングだからやるぞって言った上での OK、 だからお前も覚悟してるよなって逆に向こうも思ってたかもしんないし、いろいろちょっと考え方はいろいろあるかなとは思って、ちょっと考えをまとめとかないと。どういう意図なのかは分かんないですもんね、聞かないと、うん、まあけど僕がそのレリアさんいい人は多分この町に生きてる限り一生仲良くできないですね。まあ、やってることがあって話ね。結局そのボスの指示であろうが何であろうが行動を起こしたのは間違いなく本人だから。何事も実行犯が一番あれだしな。多いしな。ボイラさんとレリアさんはちょっと。ボイラさん。ボイラさん。一生は入れないんだろうな。ボイラ君はなんで？なんで？気持ち悪いから。もうその一言で片付。生理的にダメなんだもん。なるほどねってなっちゃうんだ。同じ警察であることを恥じてる。まあね、前科がありすぎるからな。そんなとは言えないんだよなこっちも。そのボイラさんな、いろいろやってるからな。うん、ちゃんと真面目なところだけでいてくれたらすごいいい結果なんだけど、うん、マイナス部分もマイナス部分で振れ幅がでかいから全然天秤にかけれないぐらい。いやもうなんか本当自分が直接目の当たりにすると本当にひどかった。まあ、あれはひどかったね。どれどれどれもういっぱいあるから裸になってた。まあでもまあ悪い噂を流すみたいでちょっと気が引けるんで、まあ、まあ軽く言うと女性職員にすごいなんだろうな、気持ちの悪いセクハラをしていてそれをこういつもやん咎めたら急になんか悲劇のヒロインみたいな顔をしだして挙句僕にも同じようなセクハラをしてきた。ええ花江くんに どっちでもいいん。まあでも人によるかもしれない、そのセクハラがどうかは。あ、でも受け取った側がそう思ったらセクハラですから。下着姿になって相手の女性職員にお前今唾を飲んだなみたいな、何それ、にじり寄り方をしてた。でそれをやった後にその同じ格好で下着姿のにサッカーだとか言いながら金井君の前でサッカー選手はこうだったろうみたいなことを主張しだしてもう姿がセクハラで、うん、ブリーフみたいなパンツ履きながら昔のサッカー選手はこうだって書いて
俺指さした。鉄道さんのタイプはなんかサイドがちょっとあれじゃないですか、まだスポーティーな感じ、まあ、なんか駅伝のね、本当に駅伝とかね使うとき、うん、ホットパンツだからね。ボイラーさんの場合ブリーフなんだよ本当に。それはちょっと違うわ。トランクスでもないですからね。うん、ブリーフブリーフブリーフってたんだ。それはやってるわ。あれバカじゃどうした。バカじゃ。いや一旦話聞いて、ボイラーとブリーフでサッカー良くないよね。よくないよ。ブリーフでボイラーのブリーフでサッカーブリーフをドリブルしたわけ。それはもうボイラーさんは下半身丸出しなんだよ。そうなってくるとね、こうなってくるとね、ボイラーさんな、いい部分は確かにあるんだけどないっすよ。もうカナイ君の中でだいぶマイナスになってるから。そっか、警察署襲撃してきたアンブレル嫌い。そんなに忙しくないそうね、警察も救急も黒との関わり方とかさ、うん、まあもともと公務員と犯罪者だから浮き彫りになっただけなんですかね、うん、ちょっと目離した瞬間にもう寝る気じゃない。もう今から寝る人じゃん。え、下着、うん、下着それ。うん、違うこれは。これ何何それ、これ何ですか。これホットパンツだよ、これも。これルームウェア用のホットパンツ。あ、ボール先輩と同じこと言ってる。じゃあこれ特注特注これ。俺長ズボン履けないからさ。え？痒くて。肌がね。皮膚呼吸が苦しくなるから。皮膚呼吸が苦しくなるって初めて聞いたよ。アジカン君。お疲れ様です。お疲れ様。元気さまでーす。お疲れ様です。おはようアジカン君。おはようございます。おやすみアジカン君。おやすみなさい。最速で終わった。どうだった今日は。どうだった今日は。5時5時でした。もう5時5時偉いよ。すごい、ね、昨日とか僕10分しか起きてなかったよ。20分何したの。わじかんくんのだけどさ、プーちゃんとかも5時5時じゃない。いや、プーちゃんは早かったら5時15分だけど。変わらん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 。ブーちゃんタフなイメージある。ブーちゃん病院の人で一番見るイメージあるな。じゃあ寝てる、うん、いつも助けてもらってるもん。寝てるよ。まあたまにこの街寝てからゲームして昼までやってるけど。バンセン最近は PUBG 練習してるやん。練習してんじゃん。なんか PUBG でもね、1回だけしかやってない。なんかあるんでしたっけ。そっか、そうあるんで。ミンドリー先輩も練習しなきゃ。僕頑張れ。僕コーチだから。な練習。コーチ。コーチなんすか。俺はあれだよ。もともとリオくんが選手の時は俺はコーチアナリストだった。あ、もうその時。そうなんすか。主人公いるんだよな。寝ますか。俺も車しの。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。